こんにちは。僕はコスプレイヤーの逆用語と言います。武器とかボードを作るのが好きです。今回は鬼滅の刃に登場するノ之助の日輪刀を作っていました。ノ之助の日輪刀はご覧の通り刃のあちこちが欠けているのが特徴的な日輪刀になっております。それでは早速作り方に行ってみましょう。 工作用紙から刃のパーツを切り出します。工作用紙1枚では長さが足りないので複数枚の工作用紙を糊で貼り合わせて長い工作用紙を作ります。貼り合わせたものから刃を切り出します。型紙を使ってその形に切り出します。工作用紙は工作用の硬い紙です。百均やホームセンターで買えます。切り抜きが終わりました。 材料である COS ボードからパーツを一通り切り出します。COS ボードとはコスプレ造形向けのボード素材です。軽くて柔らかいですが、簡単には破れません。曲げても折れません。アニメショップ、東急ハンズ、大型手芸店、ネット通販などで買えます。型紙を使って切り抜いていきます。型紙はサイトで公開しています。一通り切り抜きが終わりました。 COS ボードはダイソーの EVA スポンジシートなどでも代用することができます。まずは刃を作ります。園芸用の棒を芯として使います。畑などで使われている棒ですね。ニッパーで程よい長さに切ります。ちなみに棒の中身は鉄の棒が入っていてとても丈夫です。 この後曲げるので少しでも曲げやすくするためにまずはカッターナイフで皮を剥いてしまいます。型紙に沿うように曲げます。机の角に押し当てて少し力を入れると簡単に曲げることができます。曲げ終わりました。曲げた棒と刃をグルーガンで接着します。グルーガンとは樹脂のスティックを熱で溶かして打ち出す道具となっております。ホームセンターや100均で買うことができます。 厚くなる道具ですのでやけどなどにはご注意ください刃の峰にグルーガンを盛り付けて隙間を埋めていきます表面がボコボコしているのでグルーガンの先端でなでて平らに仕上げます刃先をボンド G17 で貼り合わせていきますボンド G17 はホームセンターや100均で買うことができる接着剤です工作用紙の切れ端をハケ代わりに使って 接着していきます。刃先に瞬間接着剤を塗って補強します。たっぷりと塗ってこぼれた分はいらない布などで拭き取ります。ここからは刃の欠けている部分を再現していきます。まずは型紙を使って刃の欠けている部分をマーキングします。マーキング終わりました。マーキングに合わせてカッターで切り抜いていきます。 型紙で一度マーキングしてますがめんどくさいという方はダイレクトに切り抜いてもらっても別に構わないかなと思います。切り抜き終わりました。切り抜いたところに隙間ができるのでそこにグルーガンを盛り付けて隙間を一通り埋めてしまいます。埋め終わりました。これで刃の組み立て作業が完了です。 スカーを組み立てます3枚ある COS ボードのパーツを瞬間接着剤で貼り合わせます貼り合わせたら丸みを帯びた感じにカッターナイフで削り出して形を作り出していきます角ばったままだとおかしいので表面をライターで炙って軽く溶かして滑らかにします炙っていると周期が発生することがありますが吸わないようにしてください グルーガンを使って刃と塚を接着していきます。グルーガンをたっぷり盛り付けて刃の棒部分を接着します。さらに隙間部分にグルーガンをたっぷりと盛り付けておきます。蓋をするような感じで COS ボードのパーツを接着します。これにて組み立て作業が完了です。次は塗装です。造形ベースを塗ります。造形ベースとはコスプレ造形向けの塗装下地です。 これを塗ると塗料の塗りが非常に良くなります。COS ボードとセットでよく販売されております。ジェッソなどのアクリル絵の具の下地や、水で少し薄めた木工用ボンドで代用することもできます。造形ベースが乾いたら、まずはベースカラーとしてラッカースプレーで真っ黒にします。ラッカースプレーはホームセンターで200円で買ってきた商品です。エアブラシを使って暗い銀色に刃を塗ります。 動画ではエアブラシを対応しますが、ラッカースプレーなどでも構いません。刃の色を塗り分けるためにマスキングテープを加工します。まずはマスキングテープを肩マットの上にたくさん貼り付けて、型紙をマーキングします。左右両面必要ですので、2枚マーキングします。それを切り抜いて貼り付けていきます。マスキングテープはホームセンターやおもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。マスキングが終わりました。 刃を銀色に塗ります。塗料はプラモデル用塗料のミスターカラーを使ってます。おもちゃ屋さんの模型売り場で売ってます。刃紋を描きます。白のミスターカラーで塗っていきます。これはエアブラシがないとさすがに再現できないと思うので、持ってない方は省略してもらってもいいんじゃないかなと思います。塗装が終わったので、マスキングテープを剥がします。 つかに巻くための布を準備します。まずは布を帯状に切ります。布は手芸店で買ってきたものです。真っ白だと味気ないので染料を使って少しだけ茶色っぽく染めます。ダイロンという染料を使いました。こちらは手芸店で買ってきたものです。色をつけ終わったら乾燥させます。 束に巻ききけていきますずれてくると嫌なのでグルーガンでところどころ接着しながら巻いていきます端までいったら結び目を作っていらない部分を切り取ったら完成です全長は 100cm1 本の重量は 120g となります製作時間は10時間材料費は1000円となります中に丈夫な鉄の棒が入ってますので 簡単なことで折れることありませんこのように振ったりしても大丈夫ですサイトに型紙データやより詳しい作り方制作時の注意点などを掲載しています実際作られる方はぜひそちらもご覧くださいアドレスは動画の説明欄にあります動画の内容に関して質問があればコメントでお気軽にどうぞ鬼滅の刃の動画は他にも炭治郎のや善逸のもありますのでよろしければそちらもご覧ください 当チャンネルでは武器や防具の作り方動画をたくさんアップしております他にもいろんな動画があるのでぜひそちらもご覧くださいよろしければチャンネル登録お願いいたします Twitter やサブチャンネルもありますそれでは皆さんご視聴ありがとうございましたまたねイノスは鞘は持っていないんですが 刀のデザイン的に鞘がないと色々と不便そうなのでオリジナルで鞘も作っていました。というわけでここからは鞘を組み立てます。パーツを接着します。この接着は瞬間接着剤とアルテコスプレー、こちらは瞬間接着剤の硬化スプレーというものですね。それらを使って接着します。この硬化スプレーがあると接着が非常に早くなり作業がはかどります。ホームセンターの接着剤売り場で売られています。 なおボンド G17 でも楽に接着できますお好みの方法で接着してみてください熱を加えて内向きに曲げます動画ではガストーチ使ってますがライターなどでもできます引き続き端と端を接着しますこのような接着しづらいような場所の接着時にはアルテコスプレーを使うととても楽になります是非試してみてください全体的に丸まってしまっているので 熱を加えて手で押して平らに仕上げます端にパーツを接着しますこれにて組み立て完了です次は塗装です刀と同じ流れで塗装します造形ベースを塗って真っ黒に仕上げますそして布を巻きつけて接着していきますというわけで完成ですさやの全長は80センチ重量は80グラムです 擦れなどしているときに移動中とかはこの鞘に入れておくと引っかかったりとかもしないですしね安全でいいかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。